全ての死神に次ぐ。ゲームマスターの名においてエマージェンシーコールを発令します。違反者であるビートを発見次第消滅させよ。パートナーであるネクも同じく消滅させよ。違反者であるビートを発見次第消滅させよ。パートナーであるネクも同じく消滅させよ。まずいな。逃げるぞ。あれからマイクは見つかったのか。いや。そうか、見つかるといいな。最近チケットの売れ行きがいいんだ。すごいな。だろ。だったらライブの準備でもしてろよ。おめえに構ってる暇なんてないんだよ。小西ってやつを探してるんだ。小西さんを？見なかったぜ。ここに入ったと思ったんだけどな。次行こうぜ。エマージェンシーコールが出てる。俺らの邪魔すんな。俺はアンダーグラウンドとリアルグラウンドの二重生活が気に入ってるんだ。お前らが何して狙われてんのかは知らねえが、アンダーグラウンドの平和は守らせてもらうぜ。俺が悪人かよ。覚悟しろ、伊藤大輔の城。ビ…だ？その名前を呼ぶな。お前の名前？マジでダセーから。お前は俺のこと絶対ビートって呼べよ。ああ。行くぞ、伊藤大輔の城。ガツッと行くぜ。任せろ。当たり前だ。これに懲りたら俺のことビート様って呼べよ。お前、時間食っちまったな。次行くぞ。次。待てよ、まだ俺は。今日もライブなんだろ。ファンや仲間が待ってるんじゃないのか。仲間か。これ持ってけ。これは俺のキーバッジだ。ビートのキーバッジより広範囲の壁を開けられる。ん？おお！いいのか？借りは作りたくないタイプでね。わかった。ありがたくもらっとくぜ。バレたらやばい。さっさと行け。お前らがいないのに、俺一人でどうやってライブやるって言うんだよ。手加減しましたね。小西さん、どこから？解放バッジの装備を命じたはずですが、どうしてつけないまま戦ったのです？フェアじゃないんでね。こんなことやってる場合じゃないだろう。死神が、俺の仲間が禁断ノイズに殺されてる。それを解決するのが先だろう。上層部は何考えてんだよ。命令に従えないのなら。